アロハ、カプアナニハワイフラ TV、 カプアナニユミコです。今日はこちらのフラ楽器イプの紹介をいたします。最後までお楽しみください。はい、こちらがイプになります。正式名称はイプヘケオレ、日本語だとひょうたん、英語だとゴールドと言います。こちら の基本的な叩き方をお伝えしたいと思います。まず下をうてて、このようにここを使いまして、ううサウンズ、てサウンズ、ううてて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 、こちらに足をつけていきます。カホロをつけていきます。いきます、せーの、ううてて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 、できましたでしょうか。そしたらもうワンパターン、基本のパターン、いろんなパターンがあるんですけれども、もうワンパターンはうてうてて、こちらにカホロをつけていきます。せーの、うてうてて、うてうてて、たくさんパターンがあるのですけれども、今日は基本の2パターンを紹介いたしました。そしてイプの選び方ですね。イプの選び方は、私はショーの時にインプルメンツを前に置かないといけなかったので、こう立つ、ここが下が平らのイプを選んでいました。必ず立つイプを選んでいます。そしてこのネックの部分、持ちやすい、私の手で持てる範囲の太さの、あんまりね細くなくていいんですけれども、持てる範囲のネックの太さを選んでいます。もうこちらはね、私にとってパーフェクト、私のもうパートナーと言っていいほどもう愛用してるイプなんですけれども、自分にしっくりくる形のイプを選んでください。そしてあと音で決める方もいます。こちらのサウンドはちょっと高い感じですね。それに比べてこちらは低いサウンドですよね。こちらは好みがあると思うので、サウンドで決めてもいいし、こう見た目で決めてもいいし、それぞれ大きさとかも自分に合う大きさを見つけてください。そして楽器は必ず大切に扱ってください。私は必ずカバーに入れています。このようなキルティングの素材でできているイプのカバーに入れています。これは真ん中もこうキュッと締められるので安定しています。必ずこういうカバーに入れて持ち歩いています。楽器は本当にパウスカートと同じように大切に扱っていただきたいと思います。それでは今日はイプの基本をお届けいたしました。また次の動画でお会いいたしましょう。マハロー。Thank you.
いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。カポアナニユミコのハワイフラ TV では、ハワイと世界をつなぎ、フラの素晴らしさ、人生が豊かになるライフスタイルとしてのフラの魅力、見ている人の心を引きつける心身ともに優雅で美しいフラダンサーを目標に、あなたのフラがもっと素敵になるような本場ハワイのフラを踊るためのヒントをシェアしています。これからフラ関連の動画も増えていきますので、チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。マハロー。Thank you.